青い森でチャッチャッ。おはようございます。小笠原秀樹です。青い森でチャッチャ。青い森は青森、そしてチャッチャはチャンスチャレンジの意味です。青森とチャンスチャレンジをテーマにトークを展開する地方創生プログラム、創生の声は声ということでお届けしてまいります。今回お迎えしましたお客様です。合同会社ファスティングの女神代表社員の田村のぞみさんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではですね、まず田村さんから自己紹介お願いできますか。はい、合同会社ファスティングの女神代表社員の田村のぞみです。私は、青森県内で平川市でファスティングと食育の先生をしています。はい、一つ一つねちょっといろいろと深掘りをしていきたいと思いますけれども、はい、まずはね皆さんにこう広めているファスティングに関してもう少し詳しく説明していただけますか。はい、ファスティングといっても言ってみれば断食ですけれども、ただ何も食べないで断食っていうことではなくて、決められたドリンクを飲んでファスティングをするというものになります。でこれはですねいろんな方法がありますけれど、私がやっているこのファスティング、ミネラルファスティングっていうものは今から20年以上前に山田豊文先生という方がアメリカから持ってきて日本に広めたものになって、本当のファスティングの走りみたいなような感じのものになっています。ちょうど私今ファスティング中なんですよ、はい、ドリンク持ってきてます、はいはい、これを1日に、500ml くらいのボトルを1日に3本、ちょいちょい飲みます、どうしても断食っていうことになればなんとなく何も食べちゃいけないのとか思ってしまうんですけれども、はい、この今持っているボトル、この中に入っているこう栄養素とかっていうのはどんな感じなんですか。そうですね、いろんな野菜とか野草とか果物とか、はい、そういういろいろなものを発酵させて、その、発酵食品ですよね、それをドリンクにしたものになります。熟成するのに1年半ヶ月ぐらいかかるものをこうじっくりと熟成させてドリンクにしているものなので、栄養は十分あります。体を維持していく分の栄養はあるので、このドリンクで栄養をとって、ミネラルファスティングっていうだけあって、ミネラルビタミンはしっかり体を維持していく分は取れます。なのでそこの分だけを取って、あとは代謝していって脂肪などを燃焼していく分の栄養素が入っているので、これを飲みながら断食していくっていうことになります。これはいろいろとこうサイクルっていうか、やり方がしっかりとやらないとこう効果であったりとか出ないんですよね、はい、そうですね、まずはいきなりファスティングをするというのではなくって、ファスティングの前後、準備食、回復食っていうのがあって、そちらをしっかりやる。もしちょっと日頃の生活があまりにも乱れている方がいらっしゃれば、ちょっと食指導なんかもして、しばらくはちょっとなるべくは和食を食べていただくような指導をして差し上げて、その後で回復食、準備食を2日取ってからファスティングになります、ということは、それをこう繰り返すというか1ヶ月に1回っていうようなペースになるんですか。これはですね、私は本当に始めたばかりの頃は年に1回でした。でもそれでも全然、はい、いいんですよ。大掃除のような感じで、お正月が終わったあたりに、クリスマスとお正月に食べた分を全部断食するような感じで、1年に1回でもいいんです、でただ私は今もう1年に季節の変わり目にファスティングをするようにしていて、年に3回から4回はやっています、今までねこうやられてる方、はい、もう田村さんはじめ、はい、周りの皆さんどんな反応っていうのがあります。はい、私は今51歳なんですけど、はい、51歳なんですけど、はい、多分30代くらいに見えてませんか。いや見えますそういうしかないですよね、はい、はい、皆さん若くて名前を同じ教会の仲間たちと会うときに、全然知らない人に会うときはみんなで名前を、例えば田村のぞみです、51歳ですとか必ず年齢をみんなそれぞれ言い合っています。わからないからみんな年齢が、はい、そんな感じです。へー、ラジオですからね、はい、後で、インスタグラムサムネイルですね、掲載をいたしますので、ぜひ田村さんの
お顔を拝見していただければと思うんですけれどもいやいやいや、あのよくね皆さんやはりこう実年齢よりも、うん、っていうような効果を持たれるんじゃないですか、感想で。そうですね、いつも30代くらいに見られるので、うん、それはそうです。ただあのファスティングって言ったら痩せるだけって思うかもしれないけれど、うん、やっぱり年齢がこう年を取らないっていうのが、うん、ファスティングの山田豊文先生が一番言っていることなんですね、はい、山田先生も70歳ですけど全然お若いです。すごいですね、はい、もう見た目でということで見た目で、あともちろん痩せるのは挑戦、はい、当然痩せます、はいはい、ということは痩せるだけではなくこう細胞もこう活性化されるっていうことを考えてもいいんでしょうか。はい、そういうことです。あの特にこう実感するっていうところ、まあはい、特に女性だとね肌荒れとかいろんなこととか、はい、まあでお通じとかいろんなことがね、はい、あの悩みでよく聞かれたりするんですけれども、その辺の効果っていかがなんですか。もちろん肌もあのいつも褒められるんですけれど、うん、まあ、自分で言っちゃうんですけど、うん、はい、肌も問題ない、問題ないというか、うん、そうですね、なかなか肌年齢とか調べてもらった時もやっぱり30代って言われました、うんうん、髪の毛も、髪の毛とか爪とかはやはり一番あの栄養出やすいところ、うん、栄養に関係あるところですから、うん、髪の毛もすごく長いですよね、うん、長いんですけど髪の毛も綺麗だねって言われたりします、はい、ですのでね、あの本当にあの生でご覧いただきたいという、言っちゃっていいですか、そうやって。あ、いいお願いします。じゃ あ, あのこの合同会社になってということで、はい、今のところ、はい、どんなこう事業のこうペースでこう展開されてる、まあ、これから展開するっていうような、どんなイメージなんですか今。そうですね、あの私は以前から少しずつ資格を取りながら、うん、あの始めていっていたんですけれど、あの今年の今の本当の4月の30日で、うん、今まで勤めていた会社を退職してこれからもう一気にやっていきたいなと思っていたところに、うん、ちょうど東北の方に拠点が今までなかったんですけど、うん、できました、はい、で今後そこでリーダーとしての活動していくことになりましたので、今まではですねやっぱり地域格差、悲しいですけど地域格差ありました、うん、東京だったら当たり前に言われていることが青森では全然、健康リテラシーが低すぎて申し訳ないんですけど短命権って言われてしまっているのが、これどうにかしなきゃなって本当にあの何とかさねばまねっていう感じで思ってました。はい、なのであのなんとか東北の方に拠点ができたということで、うん、同じレベル、あの関東圏と同じレベルのお話をする講師の先生を呼べるようになったんです、うん、なのでぜひ何かあったら私を使ってほしいなと思っています、うん、青森をあの健康に、あの青森新時代ですよね、うん、はい、本当にそうしたいなと思っていて、はい、はい、宮下知事とお話ししたいなとずっと思っているんですおそらくね、あのね、あの、はい、わらしべ長者じゃないですけれども、はい、本当にね、願い続けると、人にね、言い続けていると、どん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 つながっていって、はい、もしかしたら 本人にどんとつながるとかね、はい、いろんなタイミングがね、もしかしたら期待できるかもしれないんですけど、期待しているんです、はい、頑張ります。じゃあ、これ、このね、番組にこの録音がね、はい、まあ、多くの方にねやっぱり届いて、そしてねいろんな方々にこう拡散していただくように、我々もね、はい、努力したいなと思っております。はい、お願いします。ちょっと話は多少戻りますけれども、はい、今ね東北っていう、東北一円でも展開をするっていうような、今あの田村さんはそういう立場になる感じですか。そうですね、東北の代表として、まずは青森の代表なんですけれど、うん、東北にあの私と同じような、私のなんていうか職位というかは、うん、ブラックエプロンという立場なんです、はい、ブラックエプロンというのは地域の人たちをあの引き、地域 の、うん、あの同じ仲間たちを率いて健康のために食育とファスティングを進めていくっていう役割なんですけれど、私しかいないんですよ、はい、東北には。これからまたどんどんあのいらっしゃると思うんですけど、うん、今私だけなので、はい、私がまずリーダーになって、はい、東北だけということではなくて もう全国で本当はやっていますけれど、今後東北をメインにやっていこうということで、私たちの協会のところでも大きく、うん、応援してくださっているので、うん、何かあったらすぐに声かけてって言われているので本当に動けるんです、はい、今動けるようになったので、はい、はい、食育ももちろん、うん、あの教えているので、はい、食育の方も何か
ご興味あればっていうところですね、うんうん、はい、そうですね、普段の食も気を使いながら、そしてファスティングもうまくこう組み合わせていくっていうような、そんな日常なんですね。そうです。あ、でもあの誤解しないでほしいんですけど、うん、寂しい、なんかこうひもじいような食事してるわけじゃないですよ、うんうん、ですね、広瀬千恵先生っていう方がいて、はい、米田コーヒーのメニューを作ってられる方なんで、はい、その先生が私たちの協会のレシピを作っているので、おしゃれで美味しくて素敵なお料理なんですよ、うん、それでもビーガン料理だったりして健康にいいし、はい、うん、はい、米田コーヒー店はね、全国、はい、まあ、もちろん青森市にもあります、ありますしね、はい、本当に有名なところですけれども、まあ、そういった、まあ、メニューというかね、はい、そういうものをこう想像するとなんかひもじいとかね、なんかそういうことはね思わなくて全然大丈夫っていうことですよね。はい、あとは東北の話が出ましたけれども、青森、はい、うん、青森をもっとこう健康、ね、長寿っていう部分、まあ、短命県っていうことはね、本当に青森県も問題としてね、皆さんが思っているところでも、本当に習慣をこう変えていかないといけないとか、いろいろなことがね、要因で言われてますもんね、はい、どうですか田村さんご自身は。あ、本当にそれはそう思っていて、青森県って、うん、健康イメージですね、他県からすると本当に健康イメージなんです、うん、短命県っていうのはあまり逆に知られていないと思うんですけれど、うん、健康イメージ、ニンニクもあるし、リンゴだって1日1個のリンゴは医者いらずって言うじゃないですか、はい、で健康イメージなので、まさか短命県、短命県っていうことを後で知った人たちはみんなびっくりしているんです、うん、でもそこ逆を言ったら、もし青森県民が長寿県民になったら、長寿県民になったら、うん、リンゴとかニンニクとかごぼうとか青森県、うん、県産品を長寿食材って売り出せると思いません、うん、はい、そしたらなんかみんなが長寿になるだけではなくって、うん、長寿食材って言ったら県財政も潤いません、うん、そうですね、みんなが医療費とかね、削減とか、さまざまな効果がね、はい、まさしく、うん、医療費削減もあるし、うん、それで他県に売り出すのに、うん、長寿県の、うん、もう青森県の食材全部長寿県の食材になりますよね、うん、そしたらそれだけでもなんか一つ商売できそうな感じがするくらいで、うん、もちろん長寿になること、ご老人とかももっと元気に、寝たきりじゃなくて元気に100年、うん、100年、人生100年時代をみんな元気に生きられるのも、はい、うん、もちろんいいし、うん、それで経済まで良くなるっていうのすごく良くないですか。うん、そうですね、はい、青森県の食材、はい、ね、農産物が、はい、ね、健康、ね、健康だ長寿だという、 こうラベルがね、そうですこう貼られて、はい、そして全国にね、はい、流通するとすごくこうイメージアップにもつながる。そうなんです、同じリンゴなのに、うん、なんかその点長野に負けちゃいそうって思いませんか、うん、長野はそうですよね。そうなんです、うん、そこが心配というか、もうなんか挽回したいなと思ってます。そうですよね、長野は本当に長く長く、はい、まあ、いろんな取り組みをして本当に今ね、はい、短命県から長寿でね、本当に変わってきたところでもあるので、はい、青森もね、何かのこうきっかけというのは、まさしく今のファスティングの話もそうなんです、いろんな展開ができそうですね。そうなんです、健康経営っていったところも私考えていて、うん、はい、はい、やっぱり青森県から若者がいなくなっていってるって、もう見てわかります、はい、通りですよね、はいはい、で青森県に若者が集まってくるとしたら、やっぱりブラック企業とかじゃなくてホワイト企業だったら嬉しいし、うん、大企業ってやっぱりこういろんなところ、例えば健康面とかもいろんなところ面倒見てくれます、うん、そういうところってやっぱり青森県は足りてないのかなと思って、だけれど私調べたんです、うん、青森県って健康経営をしている会社に対する補助金とか、うん、金利の優遇とか、うん、他県よりも優秀なんです、うん、はい、はい、おそらく今の宮下知事が、うん、むつ市長だった頃に、はいはい、多分むつ市で結構いろいろやられたんだと思うんです、うん、でそれで優秀なんです、 それ、うん、そういうこともあって、うん、で優秀なのにそれ使ってるのかなと思って、その健康経営の一つに 食のところもあるんですよ、うん、そこで私協力できると思うので、うん、っていうか食のところすごく大きいんですよ、うん、みんな食のところは手つかずなんです、
やっぱり食べるの楽しいので、うん、食じゃないところをみんなでやってるんですよ、うん、だけど食やったら早いのになって私は思っていて、うん、はい、健康経営にもお力になれるし、もしホワイト企業増えたら青森県民もいなくならないんじゃないかなって、うん、こんないい職場が青森にあったらっていうことで、うん、そのように、うん、私今までは大企業に勤めていたので、うん、全然違うんですよ、うん、食べることはね本当に楽しみでもあるし、はい、でも習慣でもあるから、はい、その食べるものによって体が作られるっていうこと、いいものを食べるといい体が作られるし、まあ悪い、まあね、悪いというよりも、まあ、ちょっとしょっぱめなものがずっと続くとやっぱりしょっぱめな体になっちゃうということですもんね。そうですね、はい、一旦ですねブレイクをしまして、後半はまたさらにそのファスティングの女神、田村さんのきっかけなどをねちょっと伺ってまいります。青い森でチャッチャッ。青い森でチャッチャ、今回は合同会社ファスティングの女神代表社員の田村のぞみさんをお迎えしてお届けしております。後半になりますが引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。事業を今合同会社として、はい、昨年の12月に立ち上げてということなんですね、はい、まあ、会社を立ち上げるも一つですけれども、もっと遡ること、このファスティング、今のこのファスティングに出会うっていう、はい、まあ、師匠、ご師匠さんというか、はい、いろいろと名前も出てきましたけれども、はい、きっかけであったりとか、何かあった、その当時のことをお話ししていただけますか。はい、当時は別に私は正直言って今までに太ったりしたことってなかったんですよ、うん、ないんですけれど、なぜファスティングに出会ったのかというと、子どものための幼児教室、七田教室さんにお世話になった時に、うん、そこで食育を学びました、はい、ではこんなに添加物良くないんだ、こんなに農薬良くないんだっていうことを聞いて、和食がいいんだっていうことを、まあ、大体分かってはいたけれど、細かくは分からなかったし、もうその頃はもうどっぷりハマりました。もうね、お店に行っては裏を見て長時間見ていたから叱られたりしたこともありました、はい、でそういうのが珍しくて続けていたんですけど、そうやって続けているうちにファスティングにも出会って、うん、やってみたらなんか3キロ痩せるじゃないですか、うん、びっくりしました、うん、まあまあ3キロ痩せたら見た目違いますよね、うん、そこまで太って、全然太ってなかったんですけど、それでも見た目違って、これすごいと思って、これ裏技なんじゃないと思って、そこからずっと習慣にしてます。で今ではちょっと太りそうになったらファスティングするとか、そんな感じになってるんですけど、出会いはその息子と一緒に幼児教室に通った、それが19年前になります。結構前ですね、19年。間もなく20年っていう、そういうところ で、はい、で今度は自分自身が伝え手になるというか、インストラクターになると、はい、どれくらいレッスンしたりとか講座を受けたりっていう感じなんですか。正直その幼児教室で学んだのは資料を読んで先生からちょこちょこ教わったりして、うん、それくらいでした。でしっかり学び始めたのが今から 3,4 年前ですかね、うん、この私が昔からやっていたファスティング、山田豊文先生のファスティングを知識として学べるところがあるっていうのを知って、知識として学んだら周りの人にも伝えられるんだっていうことを知って学び始めました、はい、それには理由があって、はい、短命権っていうところをその頃からちょっと感じていたんですよね、うん、やっぱり私の母が、うん、結構すごい母で、はい、調理師で調理師、はい、栄養士、うん、それから幼稚園の先生、うん、その他にもいろんな資格とかも、お茶の先生だし、はい、お花の先生だし、そういうすごい人だったんですよ、はい、で もちろん自信もありました、はい、なのでお料理も得意だったんですよね、うんうん、お料理もなんかいろんなお料理教室とか自分で開催するような、そんな人でした。で母がお料理に必ず使っていたのがマーガリンです。その当時はマーガリンが良くないってことも知らずに、うん、良くないって今は結構広まってますよね、うん、そうですね、はい、そう、油分であったりとか成分の
部分でね見ていくとね、はい、トランス脂肪酸なので良くないっていうことだったんですけど、はいはい、当時は私は知ってました、トランス脂肪酸だから良くないってこと、うん、それを母に伝えたんですけど、うん、母はなんで植物性だからなんで良くないのって、うん、いいに決まってるじゃないって言って使い続けてたんですよね。それの関連性は分かりません、あのお医者さんも誰もはっきりとは分からないと思うんですけど、大腸がんに なりまして母がその後亡くなったんですよね、はい、で私分かってたし母にも伝えました、ダメだよって、うん、だけどそこを理解してもらうことはできてなか、うん、できなかったんです、うん、それが本当に悔しいし家族にも顔向けできない思いでいたところに、うん、そのお話が来たので、あこれで広められるって思って、うん、学んだらすぐに妹たちにも教えました、うん、妹たちもファスティングマイスターです、うん、はい、よくこの食品の添加物であったりとか、はい、まあ、化学調味料であったりとか様々なことが、まあね、いろいろと、まあ、弊害というのかな、やっぱり、マイナス面としてなる中で、やっぱり正しいこの食に対する考え方っていうのをね、こう伝えていく必要っていうのは、まあ、やっぱり身近な、まさしくお母様のね、話っていうのはすごく貴重なお話ですよね。少しでも本当は食もう少しね、人はいつか死にますけど、はい、でももっともっと、ね、生きられたんじゃないかっていうような感じはあるんじゃないですか。そうです、本当にその通りで、うん、もっと母だけではなくてまだ他の家族もいるので、うん、他の家族はまだ間に合うじゃないですか、うん、で周りの仲間を見てもなんかこのおしゃれで可愛い女性でも、うん、お昼にお弁当とラーメンを食べるんですよね、うん、または食あのパン、うん、菓子パンとラーメンを食べるっていう、必ずラーメンなんか食べていて、うんうん、それもちょっと本当にどう伝えたらいいのかなって思っているところもありました、うんうん、で他県から来る私の以前の職場の他県から来る方は、はい、女性がお昼にラーメンを食べることをびっくりしてるんですよ、うん、カップラーメン食べること、うんっていうぐらいカップラーメン食べてます、うん、はあ、じゃあなんとかその、まあ、食べ物っていうのはまさしくね習慣になってしまうともうそれで当たり前っていうところも出てきますからね、はい、そこをこう正しい知識でそして習慣を変えていくっていうことがすごく求められてます、はい、そうなんです、はい、これから田村さんが、まあはい、本当に青森のまあ、本当に新時代、まさしくねまさに今の知事がね新時代っていうことをね、はい、青森新時代を、歌ってますし、そしてその短命県の返上っていうのはもともと長きにわたる課題でもあるんですけど、それを青森県ももちろん改善していくのももちろんですし、東北からそして全国へっていうところになると思いますけど、これからどういったこう夢とかっていうのありますか。はい、夢ということは私はですね、うん、やっぱり健康経営をやっていきたいなと思っています、うん、はい、健康経営となると会社で例えば健康診断なんかを受けて、うん、ちょっとこれ本当に問題だなと思ってるんですけど、健康診断のなんていうんですかね、健康診断の係の方から聞いたんですけど、はいはい、ちょっとここエラー出て私がエラー出たことがあるんですよ、うん、エラー出ちゃってるけど、うん、何かしら病名書かなきゃいけないから病名書くけど気にしないでっておっしゃってました、うん、そういうものなんですよ、うん、私は聞いたからあそうなんだなと思ったんですけど、知らない方はあ病気だと思って急いで病院に行くと思うんです、うん、病院に行ったら何らかの病名つきますよね、うん、エラーがありますから、はい、そしたらお薬注射ってなると思うんです、うん、医療費もかかるし無駄にお薬注射接種したら体にもいいわけないですよね、うん、はい、そんな薬漬けになってしまったら良くないじゃないですか、うん、だけれど健康診断ではどうしても何かしら名前つけなくちゃいけないらしくて、うん、そうなっちゃいますって言っていました、うん、そこを健康診断終わってもし何かエラーが出た方がすぐに病院に行くのではなくて、行かない方も多いから、うん、本当に悪いのに行かないのはダメです、絶対行ってほしいんですけど、そうではなくて本当に軽度で日頃の生活から変えていける方は、うん、健康経営としての中に私のプログラムといいますか、うん、カウンセリングがあるんです、うん、AI でカウンセリングして AI が評価をつけた後に私がその方の健康状態を見て
限界つける、うん、そういうものがあるんですけど、それあの東京だったら3000円取ってますけど、私無料でやろうと思っていて、はい、本当に青森のためにどうにか したいと思ってるから、はい、無料でやりたいと思ってるんです、はい、それをやっていきたいので、健康経営として、はい、でそして必要な方はファスティングすればいいし、はい、お料理教室なんかも私は先生を呼べますからできるので、はい、そんな風にして関わっていきたいと思ってます、はい、本当に青森を変えていきたいっていうことが私の一番初め最初からの目標でした、うん、ですけれど、やっぱりそれを宮下知事から変わっていったらもっといいんじゃないかなって思っているんです、うん、宮下知事はこれからきっと国政に行くことですよね、うん、はい、なので今のパフォーマンスよりもっとパフォーマンス高く、もっと見た目もかっ今もかっこいいから、もっとかっこよくファスティングでお手伝いできるんじゃないかなって思っているんですよね、うんうん、で、あの宮下知事の前にあのルーティーンみたいな動画を見たんです、はい、そしたら1日1食だっておっしゃっていて、はいはい、確かに食べ過ぎっていうところは、はい、私たちみんな食べ過ぎ、現代人食べ過ぎだっていうところなんですけど、はい、あれだけハードワークしていて1日1食かって、ちょっともうちょっと私何かご協力できないかな、うん、例えば1日1食でも全ての栄養素を満たしている食事であれば大丈夫です、はい、ですけれど大丈夫かなって思っていて、もう少し何かお話できたらなと思っていて、朝にヤクルト1本飲んで、うん、あとはあの自分いつお食べになってるかわからないけど一食だけ食べているって言ってるから、うん、朝のヤクルトもこのドリンクだったらどれだけいいかなって、まあ、本当に、まあ、自分の商品なのでそう思ってしまうところもあるんですけれど、まあ、20年飲んでるドリンクですからだったらいいのになって思って、はい、なんとかお話ししたいなと思っています、はい、宮下知事への愛がですね、どこまで、はい、この番組からきっかけとなっていつかは番組に出てもらおうかなと、もうそこまで来ているような、そんなメッセージでございますけれどもね、はい、はい、あのね、これからね、何かしようという人たち、うん、はい、あ、周りにもね、田村さんのこの活動をきっかけとして周りでやってみたいっていう人たちも増えてるんじゃないですか。そうですね、あの私ファスティングをやってみたいって皆さん言うんですよ、うん、だけれどなんか食べないのができないとか、うん、お酒3日間飲めないのちょっと辛すぎるっておっしゃる方多くて、うん、でもこれ本当は3日間じゃなくて7日間飲めないんです。あ、はい、その前後も合わせて、はい、だけれどその7日間我慢しても、はい、今のあの入らなかった洋服入って、はい、見た目が綺麗になったら、はい、いいんじゃないかなって、そっち取りませんかって思っています、うん、はい、やっぱり成功する人は成功するまでやる人だって、うん、私本当その言葉大好きなんですよ、うん、なので成功するまでやってみたらいいのにって思ってます、うん、はい、田村さんの今回のファスティングの女神、あのウェブサイトというかインスタグラムですか、情報はどういったところから、インスタグラムとか YouTube、はいはい、それからブログなんかも書いてます、はいはい、番組情報の中に、リンク、紹介、ガイダンスをね、させてもらいますので、ぜひアクセスをしてですね、田村さんとつながっていただきたいなと思います。よろしくお願いします、はい、今回はですね、合同会社ファスティングの女神代表社員の田村のぞみさんを迎えてお届けしました。青森新時代、新時代はい、知事聞いてます？なんて、ね、言っちゃいますけれども、青い森でチャッチャ、パーソナリティは小笠原秀樹でした。それではまた次回もご一緒しましょう。青い森でチャッチャ。